久保さん、諦めたら試合終了ですね、はい。諦めたら試合終了ということでございますよ。まあ別に諦める人生もその人が選ぶんだったらそれはそれでいいんだけども、まあ、久保さんがいい話してましたね。ダメでもやってみる、やってみたという思い出を作れるかどうかっていい、いいこの、あの、川柳じゃないですか。<laughs> ね <laughs> こういいんじゃないですか。うん。まあ、確かにね、あの、もうダメだと思って、俺には無理だ。どうせ無理だ。一部の人だ。うん。柴田さんなんかになれない。光くんなんかになれない。だから俺は挑戦しない。うん。ヨギーカは、ダメでも挑戦してみたって俺はやるだけやってみたなと。っていう思い出の方が、まあ、どちらかというといいんじゃないかなと。 思いますね。うん。な、何んだろうな。すごく物事ってシンプルで、あの、この諦めたらね、そこで試合終了っていうね、スラムダンクの言葉ですけども、もうスラムダンク何十年前の話なんですよね。未だにこれは語り継がれてるわけですよ。でも、これって多分、そんなにすごい言葉かっていうと、平凡なんですよ。めちゃくちゃ平凡なんですよ。で、まあ、スラムダンクの話するとね、桜木花道ってね、もう本当にズブの、 バスケット初心者ですよ、まあ、確かにあの才能はあったのかもしれないです。でもねあの、まあ、漫画ででも、うーん、描かれてますけど、人が見えないところでボール磨きしたりとかね、まあ、見えるようにねあ、あれが面白かったんですけどあの、ボールをめっちゃ磨いて、めっちゃ掃除してね、倍桜木みたいな。 あのゴリにねあの俺がやったぜみたいなねアプローチっすよねあれ可愛かったですねなんだこれはめちゃめちゃ綺麗だん桜木みたいなサイン入りみたいなサイン入りっていうあれ可愛かったですけどねであとねあの左手は添えるだけっつってね添えるだけになるまであのあの練習してましたからね やっぱそのスラムダンクの思い出もそうだと思うんですけど確かにね、ライバルに勝ったんだけど次でも負けたんですよ、ね、もう優勝校みたいな筆頭の、ね、ライバル校に負けた勝ったわけですよでもすぐ負けるって次で、ね、でも優勝はしなかったけども、まあ、あの物語って優勝してないんですよ インターハイ優勝してないんですよ。だけど、壮絶な物語だったんですよね。うん。あれが、なんだろうな、あのー、ね、うん、作者の人がね、うまいなと思いますけどね。あそこで優勝させないというオチですよね。普通だったら優勝させてもいいわけですよ。あんだけね、あの盛り上がって、ここだみたいなが、ばーって、次の、次すぐ負けるみたいなね。 あのオチはね、なかなかやっぱすごいなと思いますね。うーん。まあ、要は、まあ、スラムダンクで何が伝えたかったのかっていうね、まあ、いろんなその展開の仕方、受け取り方ってあると思うんですけど。うん。まあ、あの、一言で言うならば、まあ、挑戦するっていうことが大事なんだよっていうのを、まあア、アニメを通してね、教えてくれてるんじゃないかなとは思いますけどね。うん。だから、ワンピースとかもね、 海賊王に、まあ、あワンピースが、あの、ルフィが海賊王になれるかどうかわからないけども、ま、あどういうオチにするかわかんないですけど、海賊王になるっていうことを目指してなんか冒険するっていうのは、もしあの、ルフィがね、海賊王になるって言わずにね、俺は別にこのままでいいよみたいな。いや別に普通に生きてればいいよみたいになったら、あの物語、壮大なスペクタクルな物語はスタートしてないですからね。 だから、挑戦から物語は始まるってことですね。すべては挑戦から物語がスタートすると。人生のねで。その物語を思い出、思い出っぽくね、よくやったなっていう物語にするのか、死ぬ前にね、ああ、やっとけばよかった。もっと挑戦しとけばよかった。もっとなんか、やっとけばよかったなって死ぬのか。それはあなた次第ですよね。まあ、少なくとも僕は、 あのう死んでも、あもうだいぶやったなみたいな、<laughs> もう十分みたいな、今日死んでもあの、もうだいぶやってるよみたいな、もういいや、十分やったっていう、常にね、やるっていうことですね。これが、ああ後悔しない生き方なんじゃないかなと。ですよね。はい まあ諦めたらそこで試合終了ですから本当にはいということでいってらっしゃい